ジャパーベアジア新聞チャンネルの矢田美容でございます。ランキング王計画という言葉、皆さん覚えていますでしょうか。別の言い方で言うと中共ランキング王とも言います。ではこのランキング王とは何なのでしょうか。時を遡ること2017年、中国の富豪郭文貴氏が暴露したこととなります。郭文貴氏は中国山東省生まれで、中卒であるにもかかわらず国有企業の社員、家具販売などを経て不動産事業に成功したビジネスマンでございます。2014年には中国で発表される古順百富豪長者番付で74位にランクしたくらいの資産家でもあり、個人資産額は155億元と推測されております。しかし習近平政権の反腐敗運動で後ろ盾の共産党高官が失脚した影響を受け、北京当局の追及を恐れ2014年に渡米し、そのまま滞在を続けている人物でもあります。保身のために共産党の腐敗を暴露しているとも言われておりますが、その話す内容がショッキングすぎて信憑性を疑われることも多々あります。彼が2014年アメリカ滞在中に家族を中共に人質として捕らえられ、海外で勝手に物事を話すなと脅されていたにもかかわらず、家族の危険を顧みず大声で共産党の事実を暴露した背景があります。過去に彼は弟を天安門事件で亡くし、弟の仇を取るためにこういうことをしていると語ったことがあります。ではそんな郭氏が語った蘭金王計画、蘭金王とは何のことなのでしょうか。蘭計画とはネットの統制となります。香港を例に挙げると、各種金融データ、銀行、上場企業などの情報が全て当局の制御内にあるということです。香港の各種株式市場の金融データはすでに事実ではないとも言われており、ネット上に流れる情報や言論は統制されており、そのレベルは洗脳できるレベルに達しているとも言われております。いわゆる政府の雇われネット工作員、ゴモ等のこうしたネット社会への侵入はすでに 100% とも言われており、台湾においてもある大手メディアについては 100% に近い侵入率だとも言われております。以前2000年から2008年まで台湾総統をしていた陳水扁氏が捕まったことや、香港の宋英健氏の失脚などの事件は80から90の民意は政府の立場と一致しており、それは民衆が潜在的に中共に洗脳されていたためでもあります。例えば、陳水扁氏は総統府機密費の私的流用や使途不明金をスイス銀行へ送金しているなどの理由で検察当局の捜査が始まり、2011年の高等裁判所において機密費の私的流用はなかったという判決が下されておりますが、文書偽造やマネーロンダリングについては実刑判決を言い渡されており、現在最高裁へ上告しているところであります。しかし陳水扁氏を弁護するわけではないのですが、彼が行っていたとされることは前政権の中国国民党であれば普通にやっていたことなので、なぜ陳水扁氏だけがこういう目に遭うのか。まさしく中共が作り上げた蘭計画により、民衆が陳水扁は悪だという情報に操られて出てきた結果だと思っております。本当にそういう犯罪行為を罰したいのであれば、国民党の高官も逮捕されるべきでありますから。では次に金についてです。これは金色計画とも呼ばれ、金銭を使った買収を指します。上海、昆山、広東にいる台湾商人または香港商人に免税などの餌を大々的にばらまき、次に法律で締め付けます。台湾、香港商人が帰国後に台湾や香港の政治家や高官に家族のように接近することにより腐敗させるというやり方です。パッと思いつくのは鴻海精密工業の核対名詞ではないでしょうか。お金の力で国民党のような政治家と近づいているのが明らかでございます。では最後に黄色計画とは何でしょうか。これは日本であればピンクとすべきなのでしょうか。中華圏ではピンクに相当するのが黄色となります。つまり経済・政治の重要人物に色仕掛けをするということです。
上海、昆山、東莞、マカオなどは台湾商人の墓場とも言われており、香港の墓場は東莞、広州、マカオとも言われております。台湾商人は賭け事が好きで、マネーロンダリングもよく行うため、マカオはそれを行うには非常に適している場所であります。そのマカオで黄色計画を実行することにより、台湾商人、高官、有名人は男女関係、毒物、賭博などの醜い部分を握られます。多くの台湾、香港商人や政府高官は賭博の場面やみだらな場面を撮影され、証拠となります。これは個人を脅すには核兵器よりも優れているとも言われるぐらいで、脅された人は操り人形になってしまいます。昔、上海の日本領事館職員が自殺に追い込まれたという事件がありましたが、これはある意味職員の日本に迷惑をかけてはいけないという愛国の心からそういった悲劇に至ったのだと私は考えております。またよく目にする中共が台湾、香港を武力を使って攻め込んでくるという噂は、この蘭金王計画から目をそらすためのものであり、中共が注力しているのはこの蘭金王計画であります。人によっては核兵器を使うことなく、核兵器はあくまでも蘭計画の威嚇という一部分に過ぎないとも言われるくらい、武力を使わず敵国を崩すという戦略が行われているのであります。ところで最近親中的な動きをする台北市長の柯文哲氏ですが、この計画に巻き込まれているとも言われております。簡単に言ってしまえば、柯文哲氏は医者をずっとやってきた人であるため、政治はど素人であり、また友人がいないことで有名であります。これは他の政治家と真逆の性格であります。ということは、中共にとって計画を実行するのにうってつけの対象人物であり、彼を使って台湾に対するスパイ活動が行えるチャンスでもあります。中共軍事委員は柯文哲市長と合作文書を作成しており、各文機氏の手にはその原本を手にしているとも言われております。柯文哲市長は台湾でエリートが行く台湾大学出身、しかも医者ということもあり、社会的信用はバッチリな人物であり、さらには中共が彼に与えた青いご褒美、まあ、つまりは柯文哲市長にとって良い情報を流す体制があることは、彼の人気を後押しできるものとなっており、中共にとっても操りやすい状況を作り上げている状況でございます。2019年春に各文機は新たな文章を出しております。その文章とは、中共中央弁公庁文書、台湾分裂に対する観察工作主導チームというものであり、文書の中には台湾の中国国民党の多くの高官が腐敗しており、唯一蔡英文総統だけがこの蘭金王計画にはまっておらず、そのため2016年に蔡英文総統が総統選に勝利した時には、中共が極度の緊張状態になったと書かれております。蔡英文総統を目の敵にしている政治家が非常に多いことから、今の台湾の情勢が先ほど述べたように腐敗が進んでいることがはっきり見て取れます。つまり、蔡英文やめろと叫んでいる政治家ほど、中共の蘭金王計画にはめられた政治家である可能性が非常に高いということでございます。さて、この蘭金王計画が日本にやってきているのかという部分ですが、先日の自民党の秋元司議員が逮捕された件を見てわかる通り、かなり根深く計画が実行されているようです。石原慎太郎元都知事は2004年3月産経新聞への投稿文で、当時東京在住の法輪功のメンバーから NPO としての登録に申し込みが都庁にあった際、在日の中国大使館から陰に陽に自民党の大物議員まで動員して牽制があったものだと述べておりました。議員の名前は明らかにされてはおりませんが、中国共産党の意向を受けて動く議員の存在を証明する話でございます。またサピオ2006年10月号の記事、うごめく中国対日特務工作白書に、西日本選出で大臣経験もある自民党の大物議員の妻が昨年末期の肝臓がんを患った、ある中国人男性は議員会館を訪ね
中国の病院で臓器移植を受けるよう勧めた。男性の斡旋で中国軍の病院で無事に手術を終え、議員の妻は回復したとの記述がありました。記事の最後に、あの先生は奥さんのことで中国に頭が上がらなくなったとささやかれていると書かれております。共産党のハニートラップに引っかかった政治家も少なくありません。最も有名なのは橋本龍太郎元首相を籠絡した中国人女性通訳のケースでございます。橋本氏と交流を持ちながら中国への ODA 増額などの働きかけを行っていた疑いが持たれているこの女性は、北京市公安局の情報工作員だったことが後から判明しております。中国の蘭金王計画を通じて海外で新中共勢力を拡大させております。先日のオーストラリアに逃亡した中共スパイ王立教氏、外為法違反で家宅捜索された秋元司議員の秘書、そして収賄容疑で逮捕された秋元司議員と、最近 YouTube やブログなどでやっと中共の魔の手が日本にも及んでいることが明るみになってきましたが、私は中国語がわかるゆえに、中共のやり方を知れば知るほど今の日本がどのくらい中共の魔の手が及んでいるかを考えると、いても立ってもいられなくなり、こうして素人ながら筆を取り原稿を書いて、拙い話し方ではあるものの、少しでも多くの人が気づいてほしいと思って動画を撮影して YouTube で配信している次第でございます。それではまた次回。さよなら、さよなら、さよなら。